ナットターナー、ナットターナー、または単にナット、A、ナットターナー、1800年10月2日から1831年11月11日はアメリカ合衆国の奴隷であり、奴隷反乱の指導者である。通常はナットと呼ばれていたので、以下ではナットと表記する。ナットの反乱は1831年、バージニア州のサザンプトン郡で起こり、アンテベラム、 南北戦争に向かう時代の南部では最も注目さた黒人の反抗事例となった。ナットが放棄中に行った入念な白人市民の殺戮はその伝記を議論の多いものにしているが、現在でも抑圧に反抗した黒人の英雄であると多くのものに見なされていい。生まれた時のナットは性がなく単に名前のナットだけで記録されていた。当時の一般的な習慣に従って、その所有者、 サミュエル・ターナーの姓をつけて呼ばれている。ナットは、中世バージニア州サザンプトン郡で生活したが、そこは圧倒的に黒人人口が白人に比べて多い地域であった。反乱後にその特徴が次のように書かれた。身長5フィート6いし8インチ、体重150いし160ポンド、顔色はやや明るいが根血ではない、広い肩、大きくて、 平たい花、大きな目、広くて、平たい足、ややがにまた、きびきびと活発に歩き、頭頂の毛髪は大変薄い、唇の上と顎の先端を除いて、ひげはない、片方のこめかみと首の後ろに傷跡、右腕の骨の手首近くにオーダーによってできた、大きな節。ナットの知性は高く、若い頃に読み書きを学んだ。成長して進行心が、厚く、 しばしば断食や祈祷をしたり、聖書の話を読んでいる姿が見られた。ナットはしばしば原始を見たが、これを神からの伝言と解釈した。この原始が、ナットの人生に大きく影響した。例えばナットが21歳の時、主人のところから逃げ出したが、そのような原始を見た後に1ヶ月で戻ってきた。ナットはしばしばバプテストの礼拝を行い、仲間の奴隷にも説教を行ったので、 仲間からは予言者と呼ばれた。エセルレット・ティブラントリーのような白人にも影響を与えており、ナットは邪悪であることを止めろとブラントリーに行って説得できたと言った。1828年早くにナットは全老の神のお手により大きな目標を命じられたと確信するようになった。主人の農園で働いていた5月12日、ナットは天から大きな音が聞こえ、 精霊が現れて、私に悪魔の蛇は解き放たれた。キリストは人の罪のために持っていた首気を捨てた。と語り、またすぐに立ち上がって、蛇と戦うべきである。なぜなら始めが終わりであり、終わりが始めとなる時が急速に近づいているからだ。とも言った。ナットは神が彼らの武器で私の敵を殺す使命をナットに与えたと確信した。ナットは 私に与えられた大きな使命について最も信頼を寄せていた4人に話した。その4人とは仲間の奴隷、ヘンリー、ハーク、ネルソン、及びサムであった。1831年2月頃からナットは、ある気象条件が彼や仲間のアフリカ系アメリカ人を奴隷として拘束している者たちに対する反乱の準備を始めるべき兆候と解釈できると信じ始めた。 1831年2月12日、バージニアで金管日食が観測された。ナットはこの現象を反乱の準備を始めるべきと時と捉えた。反乱は当初、独立記念日の7月4日と計画されたが、彼や仲間たちの慎重な配慮と病気もあって延期された。8月13日、もう一度日食が起こり、この時は太陽が青みがかった緑に見えた。 ナットはこれを最後の兆候と解釈し、一週間後の8月21日に反乱が始まった。ナットは数人の信頼できる仲間の奴隷とことを始めた。反乱は家から家へと伝わり、奴隷を解放し、見つけた白人すべてを殺した。最終的に反乱に加わった奴隷は自由国人を含めて50名以上になった。この反乱では、 攻撃をかける地域の誰にも警告を発するつもりがなかったので、当初はナイフ、長男、マサカリなど鈍器を用いかきは使わなかった。ナットは仲間に全ての白人を殺せと呼びかけた。この反乱は相手の年齢や性別を区別しなかった。ただし、ナットは後に女、子供また降伏した男は救おうと考えていたと言った。ナットとその反乱部隊が 白人民兵の抵抗にあったとき、すでに57名の白人男女、子供が殺されていた。ナットターナーの反乱は48時間内に鎮圧されたが、ナットはすぐには逮捕されず、2ヶ月以上経過した10月30日、ホラー穴に隠れているところを発見されて拘束された。11月5日、ナットは裁判にかけられ、即日死刑を宣告された。 ナットは11月11日にバージニア州エルサレム、現在のコートランドで公主刑に処された。ナットの意外は体側を剥がれ、頭を跳ねられ、八つ咲きにされた上でいくつかの体の部分は白人が土産に持ち帰った。ナットが収監されている時に監獄を訪れた弁護士のトマス・ラフィンレイはナットが逃亡している間になされた研究と後半前に ナットと交わした会話から、ナットターナーの告白を書き上げ、処刑後に出版した。この文書はナットに関する一時資料である。しかし、著者の偏見が入り、事実を隠したり、そうではないことを不適切に強調したりしている、可能性がある。例えば、ナットが、我々は、我々の地に対する渇きを満足させるような、犠牲者には出会わなかったと言ったというが、 その可能性は疑問である。しかし、この本には真実と思われるものも含まれており、特にナットが原始について語るところや、ナットの子供時代の話は信憑性がある。バージニア州は放棄に関わったとされる容疑者、全部で55名の黒人を処刑した。その後、200名近い黒人が、その多くが反乱には何の関係もなかったにも関わらず、 怒った白人のボートに殴られ、拷問を受け、殺された。ナットターナーの反乱の前に、バージニア州でも、かなりの程度奴隷制度廃止運動があった。これは1820年代に古い南部で、奴隷制が利益の薄いものになりつつあるという経済的な理由と、特に、バージニアの海岸地帯や山麓地帯で増加する、黒人人口の中にいる白人の恐怖感が、関わっていた。 運動の方策は西アフリカに植民地を作って黒人を戻すというものであり、実際に多くの黒人奴隷が解放されてアフリカのリベリアに送られた奴隷制度廃止運動植民地化とリベリアの創設を参照。この運動を行った者の大半は知事代行のジョンフロイドを含め最低重を支持した。白人種についての考察と 道徳的潔癖感もそれらの運動家の多くに影響を与えた。しかし、ナットターナーのような反乱が繰り返されることを恐れ、南部中の中道であった者や奴隷所有者を極端な方向に走らせた。地方自治体は奴隷や自由黒人に対して抑圧的な政策を打ち立てた。バージニアのすべての黒人の自由はきつく制約され、議論があれば同様な奴隷の反乱を奨励する。 恐れがあるという理由で奴隷制に関して疑問を口にすることを禁じる公的な政策も作られた。ナットターナーの反乱前のバージニアでそのような政策と奴隷制そのものを支持する傾向があったことを示す証拠もある。これはおそらく南部の農業経済が回復しアメリカ大陸の中で奴隷制が広がることにより過剰だった海岸地帯の奴隷も市場性のある財産に なってきたからであった。ナットの行動は、このような傾向を加速させたと考えられる。大衆の反応と白人の生命が失われたことに、関して、アメリカ合衆国の奴隷所有者社会を揺るがすような、奴隷放棄は他に起こらなかった。このために、ナットは、アフリカ系アメリカ人や、世界中の反アフリカ主義者の間では、英雄とみなされている。 ナットは1940年代の歴史学会で注目を浴びるようになった。歴史家のハーバート・アップテカーは、アンテベラムの南部で奴隷の犯行に関する最初の重要な学術論文を出版した。アップテカーは、南部の奴隷制における作詞的状態の中で、いかに奴隷の反乱が起こされたかを強調した。アップテカーは、南部中の図書館や文書保管書を少量し、 約250件に及ぶる異事例を探し出した。しかしそのどれもナット・ターナーの反乱のような規模ではなかった。ウィリアム・スタイロンの小説、ナット・ターナーの告白は1968年のピューリッツァー賞を受賞した。この作品は広範な批評家や大衆の賞賛を得たが、黒人の批評家の中にはそれを人種差別主義と考える者がおり、 デローン・ベネット・ジュニアの言葉を借りれば、人の人生の意味を盗むために配慮された試みと言われた。2003年の映画、ナット・ターナー、問題の財産は、チャールズ・バーネットの監督作品である。ナットの異論の多い伝説と多くの著作家が、その考えを表すためにナットを使ってきた方法とを慎重捉えている。2016年の映画、バース・オブ・ネーションもナットを、 主人公としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。